こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、毎月1日は市の広報誌広報北斗の発行日です。5月号は今年4月に新しく開園した小淵沢保育園のほか、市独自の子育てへの取り組みを特集しています。ぜひご覧ください。では今週の番組内容です。今週の出来事は、2拠点居住および移住定住促進の取り組みに関する協定締結式、北斗市地域子育て支援拠点集いの広場ひよこルーム開所式の2項目です。特集は小淵沢保育園入園式、入園式の様子や教育ファーム、完全給食など特色ある取り組みを紹介します。ではまずはじめに、3月30日北斗市役所で北斗市と株式会社ライフルが2拠点居住推進および移住定住促進に向けた地域活性化連携協定を締結しました。この協定は北斗市への移住定住促進と少子高齢化による担い手不足の解消を目的に行われました。会場には上村市長と株式会社ライフル地方創生推進部長の渡辺正弘さんのほか、関係者が出席しました。式では協定内容の説明と協定書への署名が行われました。続いて上村市長が体験交流や移住相談を行い、北斗を知ってもらうことで若い世代に選ばれる地域づくりを目指しますと挨拶しました。これを受けて株式会社ライクルの渡辺部長が、今回協定を結び移住定住の促進や少子高齢化問題にしっかりと取り組んでいきますと挨拶しました。予定されている取り組みとしては、北斗市が設置したサテライトオフィスとコワーキングスペースを活用して首都圏在住者を呼び込むためのワーケーションツアーおよびテレワークツアーの実施、市が掲げる10年後に子どもでにぎわうまちづくりの実現に向けて、北斗市内の企業で子育て世代が働きやすいキッズスペース式のオフィスなどの環境・仕組みづくり、新しい働き方を実践するため子育て世代を対象にしたデジタル人材育成プログラムの実施、ライフルが運営する移住希望者と自治体や地域企業をマッチングするウェブサービスローカルマッチを活用し、北斗市の移住者や移住希望者が交流を行うオンラインイベントの開催を予定しています。では次です。4月25日北斗市地域子育て支援拠点集いの広場ひよこルームの開所式が行われました。集いの広場は親子の交流の場、また子育てに関する相談や援助の場として市内4カ所で運営しています。そのうちひよこルームが今年4月から長坂保育園秋田分園内に移転しました。なお運営は NPO 法人北斗育ち愛の森ノースツリーに委託することになりました。式には上村市長をはじめ NPO 法人北斗育ち愛の森ノースツリーのメンバーのほか、関係者が出席しました。はじめに上村市長が、地域全体で子どもを育てる体制をしっかりと整えていきますと挨拶しました。
まして、続いてノースツリー副理事長の飯田久美子さんが、いっぱい遊び交流し心地よい子育てができる場所を目指していきますと挨拶しました。集いの広場ひよこルームは NPO 法人が運営することにより、さらに子育て世代に寄り添った支援を行います。営業時間は月曜から金曜までの午前10時から11時30分と午後1時30分から午後3時までとなっています。現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予約制で午前と午後それぞれ5組までとしていて、季節の歌を歌ったり手遊びなど交流を深めることができます。いろんな考え方の親子がいると思うので、本当にどんな方でも来ていただいて、自分に合う子育ての仕方だったりきっかけ作りをこの場所でしていってもらえたらなと思っています。ご利用を希望される方は、集いの広場ひよこルーム0551-32-8288 番までお問い合わせください。では特集です。4月から新たに開園した小淵沢保育園入園式の様子や、市内保育園の特色ある取り組み、第3次北都市総合計画で定めた子育てに関するこれからの方針をお伝えします。小淵沢保育園は、旧園舎の小淵沢東保育園・西保育園の老朽化が進んでいたため、平成29年に策定した北都市立保育園整備計画のもと建設されました。新たに建設された小淵沢保育園は、市営新井団地の跡地を活用し、水と緑と太陽の恵みを子どもたちにをコンセプトに設計されました。今年度入園する園児は27人で、式では園児一人一人の名前が呼び上げられると元気よく返事をしていました。続いて粟沢雅子園長が、お子様の健やかな成長のために保育園とご家庭と地域が一体となって見守り、楽しく心豊かな保育園生活が送れるよう職員一同努力してまいりますと挨拶しました。新しい小淵沢保育園に入園した27人の園児たち、お友達と仲良く遊び楽しい保育園生活を送ってください。市では質の高い保育サービスを提供し、子育てするなら北都という地域ブランドの確立に向けて取り組んでいます。いくつか市の特色ある取り組みを紹介します。教育ファームは食育の一環として、すべての私立保育園で地域農家の皆さんから指導を受けて、子どもたちが土作り、種まき、収穫などの本物の農業を体験しています。この体験で実際に見て、触れて、食べて、季節の移り変わりを感じ、食べ物の大切さや作物を育てることの大変さ、収穫の喜びを学んでいます。北都市ならではの食育・地産地消の推進のため、私立保育園では米やパンなどの主食とおかず、牛乳を提供する完全給食を実施しています。完全給食で提供しているお米は金芽米です。金芽米は特別な精米方法で作られ、
栄養成分と旨味成分の両立を実現した環境に優しい無洗米です。またホクとしては令和2年に東洋ライス株式会社と包括連携協定を結び、米ぬかを肥料として再利用する持続可能な農業の推進に取り組んでいます。保育園のご飯は地元農家の協力を得る中、この取り組みの一環として提供しています。第3次北斗市総合計画で掲げる2030年地域のありたい姿、子どもの笑顔が自分の笑顔になる街を目指し、子育てするなら北斗を地域ブランドとして確立するため、子育て応援を進めていきます。今年4月に市役所内に結婚から出産、子育てまで一元的にサポートする子ども政策部を新設しました。子育て応援に関する事業をいくつか紹介します。結婚支援は出会いの機会を提供するため出会いサポートセンターを設置し、多くの方に登録いただいています。出会いから結婚までを結婚相談員が1対1でサポートします。子ども医療費助成は0歳から18歳までの子どもにかかる医療費の自己負担分と入院時の食事療養費を助成しています。子育て世代マイホーム補助金は、子育て中またはこれから子育てを始める世帯に市内での住宅の新築購入やリフォームを支援します。子育て応援金は、子どもを産み育てたい方が安心して出産・子育てできるよう経済的負担の軽減を図ります。令和4年4月1日以降に生まれた子を対象に、出生時第1子に10万円、第2子以降に30万円を支給します。保育料第2子以降無料化は、保護者への負担を減らし、子どもを安心して育てられるよう、国の無償化制度の対象とならない第2子以降の保育料も完全無料化を行っています。こちらは高根町長沢の鯉のぼりです。毎年4月から5月の子どもの日に合わせて挙げられています。では最後に北斗市からのお知らせです。市では新型コロナウイルスワクチンの12歳から17歳の方を対象とした追加接種を実施します。対象者には接種券を送付しています。接種を希望される方は接種券同封の案内をご確認いただき、電話またはウェブにてご予約ください。予約受付は5月2日月曜日から開始いたします。さて、次回の週刊北斗ニュースは、山梨中央銀行スタマ支店移転式や北斗の輝く人たちで小淵沢町食と健康を考える会などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。ではスタジオからはこの辺で失礼します。